こんにちは、黒田和也です。今日もご視聴ありがとうございます。今見ていただいたのが、バディリッチの僕なりのドラムソロでございました。この譜面撮ってみて、それをそのまま、イヤホンで雰囲気聞きながら一緒にやってみたんですけど、まあほんと到底叶わないですね。で、まあ何がバディリッチがすごいかって、スイングポケットってやつね。タタ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 じゃなくて、ちょっと手をずらして、後ろにずらして、これって相当ですね、余裕がないとできないです。ちょっとだけずっと手だけ後ろにずらしてあげるっていう感じがね。バディリッチはずーっと聞くと、この全く同じのソロをやってるのを動画を下に貼っときましたけど、手順も全然違うし、まあ、雰囲気だけです。本当にカニかまぼこバディリッチでございましたけど、難しいので、まあ、一個一個ゆっくりで解説します。これテンポ280なんですね。140の16分音符を片手で叩くシーンとかでも出てくるんで、まあ、絶対無理なんですけど、これは。ものすごい音、こう、楽器的なポテンシャルが高いですね。というわけで、ちょっとずつやっていきたいと思いますね。とにかくこう、スイングしてるので、こう、一回その動画を見てもらうといいかなと思います。ずっとスイングし続けてこれをやってるってことですね。ただ、平易なところもすごい、ものすごくこう、簡単って言っても、まあ16分、まあ8分ね。これだけでも、ものすごいクオリティでやってるってところが、すごいところだと思います。じゃあ1段目ですね。1段目は、この、だ、ここロールで、で、B、B って書きましたけど、両手。フラムじゃなくて、両手、多分ボースだと思うんですけど、だ、だ、だ、で、つ、た、つ、つ、たん、たん、たん、た、た、つ、た、つ、つ、た、手だけやるとこうです。要はアクセントが全部、これバディリッチの教材とかでも書いてある、全部右手で。シンコペーションブックなんかをこれ全部、タタタンタタン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 。こういう風に練習すればバディリッチっぽくなると思います。で、これをね、ボースで叩いて、で、足の入れ方がまたこのかっこいいんです。タンタン、ツタツツ、タンタンタン、タタツタツツタ。この足のとこも僕もできる限り拾いましたけど、結構これ難しかったですね。かっこよかったです。二段目ね、ここが、タンタン、これもスローで何回も見ましたけど、タンタツクタ、多分オルタネート。ここはタンタンタタンタタン、もう3ストロークで埋めちゃいましたから、タン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 タタンで、タンタンタツツ、このね、ここのアクセントはバスドラが入れてるアクセントなんでね、タンタンタンタツタタンタタツツ、ここにバスドラが入るのがこのシンコペーションを浮き立たせるようになってて、でまたボースタタツダツタツツタツツツツタツツタツ、まあうタツクタとかフラフランマっていうのフレーズなんですが、こういうマーチングに出てくるアクセントをちゃんと足でちゃんと補強しながらやってる感じ。で、ここがね、タドンタンタスクタンタン、だからタボス、タドン、これね、タドンタスタッツタッタッタ、これ多分3つとも足入ってると思うんですけど、僕多分そこのロールのとこしか拾えなかったですね。ね、ここの部分のロールのアクセントのとこしか拾えなかったですが、タドンタンタンとドントントータドンタンタンとタッターみたいなね、同じフレーズのコール&レスポンス、コール&レスポンスみたいな。ここは多分ね、シックストロークでやってる。パラディドルディドルのインワードでやってると思いますが、こういうことね。で、ここ足が入って、タンタンタンタタっていうのが一番最初のここのところに出てきてますね。で、ここですね。これね、どう見ても手順が左から始まってて、タツタッタ、ツツタッタ、ツツタ、ツタツ、どう見てもこういう手順なんですよ。よくこれねじ込んだなと思うんですけど、ね、左右、タツツタツタっていう風に、何回スローで見ても、これどうなってんだろうと思って、多分こうなってるんでしょうね。まあ一応パタフラフラみたいな、右右、タタ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 
たいなのが身についてるのかな。僕は絶対できないですけどね。だから、つたたつたたつたたつたですね。で、最後のところが、ハイハットも、なんか最初はなんか、シブで踏んでて、ところどころこう、アクセントに合わせたりしてましたが、僕はまあ全部2-4で踏んでみました。というわけで、フレーズ自体がすごく難しかった。テンポがゆっくりだったらそれほどでもないんですけど、これがテンポ280、要は140の16音符なんで、これですよ。全然できる。これを多分タカ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 タ片手で左手で余裕でやってるんで、これは全然すごいな。多分もう160ぐらいまで行くんじゃないかなとは思うんですけど、まあすごい人ですね。でも多分1歳からプロやってて、これこのクオリティでやり続けるってすごいなと思いますが、まあ一応バディリッチの解析でした。だからバディリッチ風にしようと思うと、8分音符をスイングポイントに入れて、アクセントをこうやっていく。これ多分一個も出てこないでしょ。だからもう全部スニアとバスドラとのこのユニゾンで、要は大太鼓と小太鼓だけとハイハットだけのこう組み合わせで演奏してるんで、これだけでこんだけの表現力があるっていうのはすごいですね。本当にこの連打とかやると多分もう人がバーって歓声が上がるぐらい、だからものすごい圧力で演奏のね、この感じ、この空気感っていうのがすごい伝わってくるドラムソロです。僕は全くそこは出せ、もう追うのが精一杯で出し切れませんでしたが。まあバディリッチってここがすごいよっていうところの解説だと思ってください。僕がすごいわけじゃない。全く足元にも及ばなかったでございます。本当に改めてすごすぎてちょっと口から開いた口が塞がらないって感じでしたね。撮ってみてね。意外とこれはできるかなと思ったんですけど、簡単そうにやってるんですよ。全然できないから、ぜひ試してやってみてください。ということで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。